日本習字6月号中学1年生、今月は、楷書4文字ですね。ちょっと画数が多いですね。はい、頑張って書きましょう。辺ですが、光るという字ですが、あまり横に広がらないように、全体でも半分より左に収まってますね。ですので始まる場所もちょっと注意しましょう。軽く押さえて跳ね上げます。横角をなるべく細めに。体で引きますよ。スーッと筆先まで使うイメージです。はい、開かなく、しっかり打ち込んで、少し力を抜きます。角はしっかり押さえて、少し短めに。で、先まで使います。軽く入って次第に太く。顔も画数が少し多いですね。頑張りましょう。右上がり、角度と長さに注意してください。だんだんと広がりますね。短く、はい、少し丸くします。角をしっかり押さえて、感覚もポイントですね。はい、お名前を書いていきます。鉛筆持ち、短めに持ちましょう。右上がり、角をしっかり押さえて持ち上がる。
ご自分の気を書きます。はい、ご自分の名前を書きます。中学1年生でした。